はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3では続きをやっていきたいと思います。前回でバラモスを倒してアレフガルドに到着して、マイラの村に来たところですね。じゃあこのマイラの村の探索からやっていきましょう。まずは情報収集と。道具屋のご主人はとても器用な人、そのままでは役に立たないものでも買い取って細工をして売り出したりすると。これ調べてみようか。っていうかまずあれだね、盗賊の花4個結構あるな。でこの井戸の中はある。ということはレミラーマを使っていこう。もうこういうところはマジでレミラーマ必要だな。はい、発見。小さなメダルをゲット。さあ井戸から出ましょう。で、こいつにも話しましょう。その昔王者の剣は魔王により粉々に砕かれたと聞きます。しかしその魔王ですら王者の剣を砕いてしまうのに3年の年月を要したとか。いやはやすごい剣もあったもんですね。3年間もさ壊してたの。うわ壊れねえなーみたいな。今日も壊れんっていう。水の羽衣もねやっぱり欲しいんだよね。いろいろと炎耐性とかがついてるんで、この剣士みたいなのに話そう。噂では精霊ルビス様は西の島の塔の中に封じ込まれていると。こういうとこちょっとレミラーマかけていくか。温泉のとこはねあるはずなんで。あれ光らない。レミラーマの範囲がどれくらいなんだ。画面全体ってわけではなさそうだな。ここは露天風呂でございます。うん、あここにもあるのか。小さなメダル。あ、この中には入れないね。お若いの露天風呂はどうじゃな。はい、やはり若いもんは違うの。あとここだね、妖精の部屋。で左上のおばばに話しましょう。ここは毒の沼地か。神は光、魔王は暗闇。神と魔王は遠い昔から戦い続けてきた2つの力の源。もし光の玉があれば魔王の魔力を弱めることができようぞ。あそうだ、光の山、光の玉まだゲットしてねえわ。あとはこういうタンスかな。うん、タンスに1つ。これはジパングの格好だね。ヤマタノオロチという化け物の生贄にされそうになった時、私たちは逃げ出しました。そしてこの世界に迷い込んだのです。私の夫はジパングで刀鍛冶をしていましたのよ。布の服いらん。こいつらの布の服かな。え、あとどこだ。何、ここはない。参った。神田田とかいう男に王者の剣だと騙されてただの鋼の剣を買ってしまったのだ。それはさ、騙された方もちょっと悪いよね。もし妖精の笛があれば石像にされたルビス様の呪いを解けるはず。こいつはジパングから来たっていう道具屋の旦那ならこの上にいますよ。あれ、これどっちと話したんだ。噂では王者の剣はオリファルコンというものでできていたそうです。あと1個だよね。どこだ。まあとりあえず上に行こうと言っても特に。あれ1個あるんだ、ここか。小さなメダルすげえ手に入れたな、今回小さなメダルを。まあ、ここ自体はね単なる道具屋なんで、まあ、特にという感じですね。オリハルコンがどこにあるかというところですね、今のところは。まあドムドーラにあるんだけどさ、まあ、ドラクエ3とかだとね結構知ってる人は知ってると思うんで。あと1個の宝を探したいね。ちょっとこっちの方でレミラーマをかけてみるか。うん、光らない、マジで光らない。右の方に行くか。じゃあこっちの方でレミラーマ。あ、どこ。見えないとこだな。もうちょっと下の方とかか。あ、なくなった、上の方。あ、ここね。本当にさレミラーマのさ範囲が分かんないよね。でマイラーの村自体はうん登録されてますね。そうか、ここに来る前にドムドーラにも寄っとくべきだったな。ではではではどうしますか。メルキオも行きたいんだよな。
いまだにぬいぐるみだしな、あいつ。メラミ効かない。いやマジでどうする。ドムドーラ、ドムドーラ行くか。ちょっと一回ルーラでラダトムに戻りましょう。ディムルナールじゃなくて、なんだっけ、メルキドか。メルキドとかもな、言っておきたいんだけど、果たしてドムドーラから歩いていけるか。やっぱり稲妻の剣は役立つね。いつの間にかゆずちゃんのなマジックパワー減ってるからな。あとドムドーラの上の普通の洞窟も行っておきたいんだよね。うおー結構いっぱいいる。イオラがどれくらい効くか。マリンスライムくらいだったら一掃できるね。効かないやつもいるけど、あ、39で死ぬんだ。あんまり経験値は期待できなさそうだな。これだけいて600だからね。砂漠っぽいのが見えたんでちょっと上陸しましょう。キメラヒャダイーン、そりゃ覚えたな、そんなの。なんかいきなりかっこよくなってんだけど。キメラで1780だからな。魔王の影、いいよな。ここら辺は効くやつを選んでくれてんのかな。イカズチの杖、ベーギラマン効かない。まあでもわりかし効くね。ゲッ、こいつアフマヒッキなんて入ってくるんだ。しかも眠ってしまったザキ。ザキはね本当に怖い。一発で死ぬからね。ゆずちゃん29レベル、だいぶ追いついてきたね。あ、もうちょっとこっちか。ドムドーラ、あれわかんね、自分が今どこにいるのかわからん。上の方に行こう。敵がめっちゃ出てくるな。キメラはなんかヒャダインに弱いのか。率先してヒャダインを使ってるけど、うまくいけば一撃で倒せる。バギマン、アカネちゃんのマジックパワーがだいぶ減ってきたな。あ、あった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 。1ではね、ドムドーラはもうすでに滅ぼされていたんですけど、3はまだありますね。砂漠の町ドムドーラ、大魔王を倒さぬ限りこの世界に朝が来ることはない。4個、もうここでレミラマ使っちゃおう。ない。道具屋、勇気100倍って何。バイキルトとかだっけ、わかんないけど1個袋に入れとこう。でここは今生まれてくる子供の名前を考えている。ユキノフ、うん、いまいちかな。あれ結局ユキノフになったんだっけ。ユキノフがどうのこうのって言ってたよね。なんだか今日も冷えるわね。光を失ってからこの街も寒くなる一方。砂漠はね寒くなると本当に冷えるみたいですからね。私はオレハルコンを探して旅をしている。この街にあると聞いていて、吹雪の剣とかたっけーけど強えー。魔法の鎧、危ない水着、危ない水着、完全に趣味だからね。水着系はね他にもあるんで特にないか。ちょっと上に行ってから寝よう。ゆずちゃんのマジックパワーがそろそろきつくなってきたと思うんで、はい1個ありますと。私は昔アッサラームで人気だった踊り子レナ、嫌な客に迫られて逃げてきた。座長は元気かしら。
これ出てきたんだこのアレフガルドの地に。たまにさ、こう上の世界から来た人たちがいるけどさ、マジでどうやって来たんだっていう100円か、それなりに高いな。まあただ朝は訪れないけどね。ちょっとレミラーマンない、変わらんか、上に行こう。おしゃぶり私に赤ちゃんができたんで、それでうちの人ったら名前を考えて、このおしゃぶり赤ちゃんのだろういや、赤ちゃんのものまでさ強奪すんの、血も涙もねえなこいつら下から行けるかな、あ、行けるね、全然行けるわ。ここら辺、うん、2つ光った。お隣にはやたらくしゃみをするおかしなおじいさんが住んでる。ハクションハクションハクション、小さなメダル。ユーモアの本。この中は何だ。この空の上にさらなる世界があり、そこには光の玉と呼ばれるものが存在する。光の玉を持っていればこの世界にも光をもたらすことができるのであろうか。一応調べよう。ここ、あ、そうだな、一緒だな。あとはこの牧場の中だね。町を出て南に下り、橋を越えてしばらく東へ行くとメルキド。歩いていくか、メルキドは。ここある、ちなみにあそこ、おお、こんななんかよくわかんないとこに小さなメダルが落ちてんのか。ヒヒーンヒヒーン、オリハルコンゲット。なんでここに落っこってるんだなんか理由あったっけ、ここに落ちてる理由。ワンの時はさ、雪の符がどうのこうのって言ってたからね。闇の世界なのに時々、牧場の方でキラリと光るものを見たことがある。茂みの中こんな一般人がヒントくれるからね。重要素材オリハルコンで、盗賊の花、あと一個。レミラーマ、あそこね。ダメだ、ほとんど干上がっちまってる。この町も長くねえかもしれねえな。もっともその前に魔物に襲われて全滅なんてこともあるけどよほんと不吉なことばっか言うよな。でもまあしょうがないよね、ゾーマの世界はそれほどまでに絶望に満ちているから。でメルキドに行ってルーラを登録してからマイラの村へ行ってオリハルコンを売っ払って王者の剣を作りましょう。右の方にも人がいたよね、こっちから行けんのかな出ちゃったよあの人たちのお話を聞きたい。メルキドは、メルキドじゃない、ドミドーラ結構広いね。あれ、どっから行けんのこれ、右から行けんの。あ、行ける行ける行ける。この二人私知ってるわ、マイラのお風呂から南に10歩笛が埋まっているのよ。銀融詩人ガライ、彼ならここから東メルキドの町だと思います。あ、いるんだ。じゃあとりあえずメルキドを目指しましょう。キメラ、これも、あ、ヒャダイン唱えるね。でも実際のマジックパー173もあるのか。メルキドまで持つかな。ももちゃんとかなんだっけ、ゾンビキラー装備してんだっけ。金もね、あり余ってることじゃないからね。魔王の影か、こいつらがめんどくさいんだよな。しかも効かないときた、甘い気。うわー、ユズとミカミックスが値段が超痛いな。え、太陽の石、そんなどこ手に入れた、いつ手に入れたっけ、全然覚えてねえんだけど。あ、太陽の石ってあれか、重要アイテムじゃん。何、ザメハの役目なの、初めて知ったんだけど。ももちゃん、フバーハ、フバーハは役立つからな。いやー、 AI はさすがに知ってるね。太陽の石なんて使おうとしたことないからな。でもゆずちゃんがね、このムチを装備できるっていうのは
かなりでかい。あかねちゃんが27、メダパニ。なんかみんな頑張れだっけ、バッチリ頑張れだっけにするとそういうの使ってくるからね。きたー、マイキ。うん、もういいよ。ゆずちゃんとミカミックスが眠らなければとりあえずのダメージソースにはなるから、これでゆずちゃんがムチで倒す。メルキドまではそれなりの道のりになりそうだな。しかもこっちで合ってんのか。キャダインでね、一掃できれば全然楽なんだけど、まあ取りこぼしはゆずちゃんにお任せしましょう。これさあ上かな。スカルゴン、凍りつく息。結構食らうんだけど。冷たい息、これは弱いでしょう。それでもそれなりか、20くらいは食らうのか。ブーメラン、まだか。遅いね、やっぱりミカミックス遅い。ちょっともうめんどくさいんで満タンにしよう。まあ、ももちゃんが回復してくれるでしょう。スカルゴン、これで1匹でも倒してくれれば。うわ、倒せないか。イカズチのセーブ。取りこぼしを倒す。これで、あるね、あるね。城壁に囲まれているっていうかさ、山に囲まれてるだけじゃん。ヒャダインはね、なぜか敵全体なんですよね。でヒャド系だけ4系統あると。ヒャド、ヒャダルコ、ヒャダイン、マヒャドと。なんか出んのこれ敵。出ないか、そのまま入れますね。ここは城塞都市メルキド。しかしこんな城塞など魔王の手にかかればひとたまりもないだろう。まあそりゃそうだよね。アリアハンにまで攻撃してくるからね、あいつら。忍びの花じゃなくて盗賊の花。3個。あ、あるわ。小さなメダル。こいつ寝てるな。はい、いらっしゃい、グーグーと。でこの中はまた別だよね。1個ヘビメタリング。うん、僕はガライ、旅の吟遊詩人。楽器界僕は盾事専門なんだけどね、家に置いてきちゃったよ。あの銀の盾事の音色はちょっと危険なんだ。魔物を呼び寄せるからね。まあレベル上げをするときにはねめちゃ便利なんだけど、細かくレミラーマを唱えていこう。でここは必須欠番だけど、こんな世界に生まれたばっかりに私の子が不憫でなりませんわ。お兄ちゃんたち強そうだね。お兄ちゃんたちなら魔王。なんでもないんだ、ごめんね。子供なりに気を使っている。どうせ死ぬんです、働いても仕方ありませんよ。死ぬっていうのがさ、いつ死ぬのかだよね。パーティードレス、しかも重要アイテムなの。向こう10年死ななければさ、まあ働いた方がいいと思うよ。わしは魔法の力で動く人形の研究をしている。巨大な人形を作ってこの街を守らせようと思っている。ゴーレムにしようと。負けたらあかん。豪傑の秘訣。頭が冴える本。他はないよね。あれ？優しくなれる本。もうないでしょ、さすがに。豪傑の秘訣はちょっと使いたいね。一回道具を整理しよう。よし、こんなもんか。で、袋も一回整理しよう。
豪傑になれば豪傑の腕輪が必要なくなるからね、何か別のものを装備できる。まあ、性格が変わっちゃったら意味ないんだけど、意味ないんだけど、どこにある？豪傑の秘訣、これ使う。ミカミックスと。何時、何事も力、力で押すべし。すげえ頭悪そうだよな。で、豪傑の腕は、まあ攻撃力はね、確かに上がるけど、ちょっと一回袋に入れて。素早さなのよ、素早さ。変わっちゃうかな。早手のリングとか。すばしっこい。どうする？すばしっこいか。ここからはすばしっこさでもいい気がするか。でも何か、そうだね、悩むね。力の指輪とかパワーベルトってなんだっけ。体力か。いや、早手のリングにしておこう。すばしっこさか。じゃああんまりさ、あの本読んだ意味ないよね。星降る腕輪とかね、性格が変わんなくていいんだけど、ちょっと素早さを鍛えていきますか。あそこにすげえ人がいるな。ここに1個あるか。祈りの指輪、こんなとこに落っこってんの。誰も拾わないところがすごいよね。祈りの指輪くらいだったらさ、誰かに発見されそうだけど。魔王の島に渡りたいなら、この町の神殿に住む老人を訪ねることだな。単なる老人っていう格好じゃないけどね、あいつ。一応もう一回レミラーマン、ここら辺でつないよう。ない、今食らったね。アカネちゃんのトラマラナルータとか意味ねえし。ラナルータって何、12も使うの。マジックパワーをめちゃ無駄にしたな。魔王の島に渡るには聖なるじゃなくて太陽の石、雨雲の杖、聖なる守り、この3つを携え聖なる祠へ向かうがよい。それだけ。そんなこと昔から知ってたんだけど。10年以上前から知ってたよ。小さなメダル、こいつも寝てるね。グーグー。あ、みんな寝てるじゃん。基本的にもうやる気がないんだね。兵士だけじゃん頑張ってんの。魔王を恐れ絶望のあまり人々は働かなくなってしまった。兵士は頑張って働いてるよ。またレミラーマを使ってしまった。盗賊の花を使おうとしてもうないね。地下に行けるんだ。モンスター同士、こいつらはこういう娯楽には積極的だね。話してみよっか。たくさん儲けてってねって。こいつらはやる気満々だな。まあ、じゃあメルキドはこんなもんでいいと思うんで、一回マイラに飛びましょう。でジパングの刀鍛冶の人に、オリハルコンを売っ払って、でその後ちょっとアリアハンに戻ってメダルを預けてきましょう。買いに来たじゃないよ、売りに来た。袋、オリハルコン、どこだ。オリハルコン、物がいっぱいあんな。ちょっとあった。22,500円。22,500円で王者の剣っていくらで売り出されるんだっけ。まあいいや、とりあえず一回アリアハン行こう。あ、でラーミアがいるから二人の玉も受け取っときますか。まずはメダルのおっちゃんのもとへ。まあ金はね、多分いろいろ売れば調達できると思うんだけど。でも小さなメダルもだいぶ手に入ったからね、どこまでもらえるか。86枚、ドラゴンクロー。ただドラゴンクローはあれだから、ドラゴンローブ。次は復活の杖か。商品リスト、どこまで来た。復活の杖、神秘のビキニ、いやいいのあるね。グリーンガムの虫とかめっちゃ欲しいわ。ドラゴンクローはもう装備できる人がいないからね。ぬいぐるみ、あかねちゃん魔法の鎧装備してる。ももちゃんに装備させとくか。
よし。マジックパワー的にはまあ減ってるっちゃ減ってるけどね。一回マイラに飛んで、もう王者の剣はできてるでしょう。寝ないといけないんだっけ。一回出れば大丈夫だよね、まあ、ついでに寝ておきますか、まあ、高いもんじゃないんで。124 ここが高えな。でも通貨は一緒だからね、上の世界も下の世界も。それは助かるよな。通貨が違うので使えませんなんて言われたらたまったもんじゃない。さて売ってるか。売ってる。35,000円。戦いの時に道具として使ってもお得な品物ですよ。よくこんなもん作れるよな。飛びさせよう。ちょっとまあでもブーメラン、ブーメランもね魅力的なんだよね。やっぱブーメランにしとこう。でどこへ行きましょうか。まずはちょっともう一回ドムドーラに飛んで洞窟探索に行こう。洞窟探索に、この上の洞窟。キャナイン、あーしまった。ちょっとマジックパワーは節約してもらいたい。アカネちゃんなんか道具持ってたっけ。魔法になる道具。最悪王者の剣も出せようかな。王者の剣バギクロスになるからね確か。よしこれでいいや。で1にもあった岩山の洞窟みたいなところなんですよ行きたいの。結局あそうだ、ガンガン行こうぜを解除してない。しかも全然効かないし、ミカミックスが眠らなければ一旦ダメージは通る。おわ落ちるね、落ちるは落ちるね。さすがに作戦アカネちゃんだけ命令させるのでいいか。で王者の剣使う。使えない装備できないと使えないのか。なるほどね。ってことはじゃあもうミカミックスに持たせないと無駄だからな。そうすると稲妻の剣も使えないんだね。イカズチの杖これを渡すか。アカネちゃんに持たせたよね。でどっちだ、このまま上でいいのかな。サラマンダー強そうだ。そうでもなかった。なんか炎みたいなの入ってくんのかなと思ったら一人で1500持ってる。ただ経験値結構おいしいね。あこの洞窟よ、この洞窟。スライムベストか。おいバギー使うのか、もったいなさすぎだろ。全員倒せるっていうんだったら分かるけどさ、グループだからね。そのためにバギーを唱えたか。マジックパワーも無駄なんじゃないか。で何があるって言われたら、まあ、別に重要アイテムは確かなかったと思うんですけど、まあ、アイテム探索 と、レベル上げを兼ねて。ここら辺ってさあれじゃん、ネクロゴンドの敵じゃん。ネクロゴンドクラスの敵だったらかなり余裕だな。あー地下に潜れんのか。あれだな、盗賊の花あと2個、これを回収してから下へ行こう。ホロゴースト、イカズチの杖使うか。効くかベギラマ、全く効かんたまたま効くくらいか。ブーメラン投げろ、バギの方が先か。それでもミカミックスの素早さがまだ遅いね、まあ、ずっと豪傑で来てたからな。ここいらでちょいと素早さを上げなくては。
とりあえず1個目1016円、まあまあかな。うわガメゴンロードとかめんどくさそう。魔法カンタ、魔法カンタブーメランでなんとかしろ。げっ、火炎なんて入ってくるんだ。え普通にさ攻撃した方が良くなかったかゆずちゃん何土地狂ってんだこいつ。よしレベル33、素早さが上がってくれればいいけど。2 イオラとベホマ両方覚えたね。ちょっと待って、ここの宝回収していきたい。階段ありすぎじゃないかこのフロア。あ、窓ハンドだ。こいつは仲間呼んでくるからね、わりかし経験値稼ぎにはなる。ただ1体300、じゃあ2体で360だから180しか持ってないのか。10体倒しても1800だからね。もう下に降りちゃおうじゃん。で上に上がれる階段とかがあったらちょっと上がっていくか。なんかある？なんもねえし。そういうオチか。あと一つのな宝箱をな回収しておきたいんだよね。これどこだっけ、ここから来たんだっけ。最初にね魔法カンタ唱えてくれればザキとかいやだからゆずちゃん、なぜ稲妻の剣を振りかざす。君は普通の攻撃の方が強いでしょう。こっから来たんだよね。じゃあ下に行こう。宝箱さえな取っちゃえばな安心して次へ進めるんだけど。やはりわりかしマジックパワーどんどん使ってくんね。まあバニクロスを使うんだったらブーメランかっていうところだよね。ゆずちゃん30レベル。あれ、ここなんかある？ない。しかとしよう。宝箱かね、そうすると。宝箱らしきものが見当たらないんだよね。100% 以上あるんだ、地獄の騎士。なかなかやるな。あれ、これ戻ってきたくさい。戻ってきたくさいね。ダースリカント、こいつらだったらイカズチの杖効くでしょう。見た感じ効かねえしこのクマのくせに。何、結構パワーあるぞ。相変わらずここの階でさまよい続けてんな。ホロゴースト、まあここはね別にボス戦とかがあるわけじゃないんで1回で踏破したいよな。そんなに、あ、あったあった、長くないとはいえ。よーし、祈りの指輪結構増えてきたね。またダースリカンとか、どうするこれは。ヒャダインっていくと9も使うんだ。まあいいや、ヒャダイン使おう。おお、強い強い強い。ザラキ俺のヒャダインを一気に無駄にしたな。一発目にザラキが入ってくれれば。あれ？あ、でここ下行けんのか。行こう、もう
何にもねえし。レミラマン、もう何にもない。ってことは階段次第か。正しい階段のところに行かなきゃいけないんだな。あと行ってないとこってどこ？あの階段とかも行ってないよね。このガミゴンロードとかマジめんどくさいからな。ヒャダにいきなり撃てるか。危ねえ。魔法カンタ唱えられてたら確実に跳ね返されてたな。効かないか。まあ、ただこのブーメランでだいぶ減らせるはずだ。おお、攻撃。いや絶対攻撃の方がいいから。まあ硬いね、ガメゴンロード。ここでスクルトを唱えてくる敵だったらめんどくさかったけど、そういうことはなさそうだね。相変わらず進んでないと。宝箱は回収したから、ここ何回通ってんだ。ホロコースト、ブーメランはねやっぱり便利だよ。王者の剣を手に入れたとはいえ、やばい、死ななかった。よし、今ねザオラルがあるからね、最悪世界樹の刃を使って、あ、光の玉持ってくるって言って持ってこなかったね。忘れそう。ゾウマ戦になってさ、やっべ光の玉がねとか言い出しそうだよね。俺のこのいつものパターンからしてすぐ忘れるからな。焼けつく息、うわー動けなくなった、なんてこったい。ヒアリク唱えてくれるんだ。アカネちゃんレベル28。ザラキ賢者はね、もうこう呪文を覚えるのがちょっと楽しみですよね。もう僧侶と魔法使いの呪文両方覚えてくれるんで。でここ自体は盗賊の花3個、地獄の騎士、お、戸惑っている。ザラキ死なないし、これ骸骨とかにさ、ザラキ効くの？見た感じ効かなそうなんだけど。意外に広いな、ここのダンジョンは。こう一周させられそうな気がするんだけど、気のせいかな、大丈夫かな。絶対一周させられるでしょう。これはもうちょっと速さにかけよう。ヒャダイン、おー、いいねー。絶対画面コンロード一人効かないんだけど。ダースリガントめちゃくちゃザラキ効くな。ブーメラン左は倒せるはず。よし、ゆずちゃん攻撃しろ。オッケー、いやこれ一周してるでしょ。一周しとるわ。じゃあちょっとこっち行きますか。宝箱を一つゲット、小さなメダル。よしよしよし、これはもう普通に勝たそう。ホロゴースト狙いか、まあ悪くはないのかな。これで倒せれば問題ないけど。ももちゃん、倒せなかった、まあいいや。燃え盛る火炎を余計に食らってしまった。まあまだ回復はさせなくて大丈夫かな。でどっちから来たんだっけ、下から、違う、左上から来たのか。地獄の騎士なぜか戸惑っているこいつは。みんなおとなしく攻撃してるな。何何にもない。一応レミラーマンをかける、ないね、まあ、宝箱だろうね。ここはそういうレミラーマンとかで落っこってるのはないと思うんで、
またこのパターンか。ヒャダインにかけよう。結局ダースリカントはな、ザラキで死ぬ可能性が高いかな。お、普通に攻撃をしだした。あー、やばい、そろそろ回復しないとまずいね。稲妻の剣、ガミコンロードに。当たらないからね。まあイオラを使うのは別にいいんだけどさ。ももちゃん33、すげえヒットポイントとマジックパワーが上がるな。満タンにしよう。もうめんどくさい。効率的だ。ベホマを全員に唱える。あ、宝箱ゲット。破壊の剣、地獄の鎧、絶対呪われてんだけど。あれ、もうこれで終わり？あ、もうないね。いや、ここはもうこれで終わりのはず。じゃあリレミットで出よう。で、一回じゃあラナトームへ飛んで、ガライの町があったところに行ってみましょう。ガライ、ガイラ、どっち？ラナトームで一回寝ますと。4円、安い。超良心的だ、ここの宿屋は。田舎なのかな、ラダトームって。大体都会の方が高いじゃないですか、宿代っていうのは。でもラダトームは城があるからね、絶対都会だと思うんだけど。歩いていくか。そうだね、あと洞窟にも行きたいんだけど、あそこの洞窟は魔法が使えなかったような気がするんで、もうちょっと後に行きましょう。ここの洞窟、ここの洞窟。なんかね、ワンでは勇者の墓があったところですね。あれ？歩いてあっち行けなくね？サラマンダーが出てきた。こんなのが飛んでんのか、普通に。この世界とんでもねえな。いや、もともと上の世界もさ、まあ、モンスターがうよ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 うしてんだけどさ、こいつマジカモだからな。はぐれメタルより経験値、はぐれメタルじゃねえや、メタルスライムより経験値持ってるからね。てか、アカネちゃんもうあれだな、作戦戻していいな。やることはあれだね、精霊ルビス様を復活させましょう。え、歩いていけるよね。あるあるある、祠がある。マドハンドとかもういいわ。住んでいる。まずは盗賊の花2つ。タンスが怪しい。よし、タンスから漁っていこう。モヒカンの毛なんだそれ小さなメダル。銀の盾ごとなら息子のガライが持っていたと思うが、息子のガライには困っていますのよ。歌を歌いながら旅をすると家を出たまま戻ってきませんの。別に歌を歌いながらでもいいんだけどさ、よく魔物に襲われないよな。空っぽだった。もうない？あれ、あと1個。こんなところに。え？どういうことこれ？マジで。意味がわからんな。宝箱の中に入ってんじゃなくて落っこってんの？まあ、今回はね、別に銀の盾ごと自体は使い道はなかったと思うんで。ちょっとやっぱ道具だね。道具を整理して、かつ物を買いに行きたいんだけど、いろんなところにいろんなのが売ってるからな。リムルダールってどんなの売ってたっけ。まあ、勇者はもう装備品は基本的に
拾いもんでいいんで、あとただグレートヘルムか、頭は拾いもんじゃないんだよな。オーガシールドとか2ついらないからね。バスタードソード、バスタードソードか。ゆずちゃんの、そうだね、対229から252か、まあ上がるね。それはやっぱりまあ稲妻の剣じゃちょっと役不足か。破壊の剣とか絶対攻撃力は高いはず。257、絶対呪われてるからね。道具整理しよう一回。ぬいぐるみとかも、まあ、売っちゃえば売っちゃってもいい気がするんだよね。あれメルキドって武器屋さんやってたっけ。やってなかったよね。ドムドーラにとっか。あれ2つある。あ、こいつはあれか、名前考えてるだけで売ってくんないんだ。ちゃんと仕事しろよマジで。力の盾ね。力の盾もな、便利っちゃ便利だからな。でも最終的には賢者の石が手に入るからね。危ない水着はさすがにいらないでしょ。そうするとマイラに行ってあれか、水の羽衣を買うくらい。グレートヘルムはね買っておきたいんだけど高すぎる、いかんせん。あとオーガシールとか金がなさすぎるな。てか物価が高すぎるんだよそもそも。三鏡の盾だったらオーガシールドかな。水の羽衣は買っておきましょう。あかねちゃん、てかさ、ももちゃん装備できないの水の羽衣。そうなんだ。あれ刃の鎧、あでもな、ちょっとミカミックスはもう拾いもんでいくから、お金は節約したい。まあ、ウォーハンマーも買う必要はないでしょ。あ、三鏡の盾はあれか、他の人が装備できるんだ、その賢者だとか。魔法の盾、魔法の盾ってなんか呪文耐性なかったっけ。三鏡の盾ってどうなの。20上がるね。でも大体悩ましいところだな。ちょっと耐性を見てから考えよう。まあ、これくらいの防御力だったら最悪魔法の盾の方がいいかもしれないからね。装備品は一回吟味しておこう。物を売れば金はできるはずなんで。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回は西の塔に行って精霊ルビス様ですねを復活させて、イベントを進めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。